いやー、我々もついに卒業ですか。え、どうやら今日も卒業式茶番のようです。結局3年間で1回も。定期テスト、学年平均超えなかった。3年間で、取った赤点は数知れず。勉強超苦手だぜ。ということで、本日の卒業式はこちら。これより第1回、ゆっくり勉強苦手卒業式を始めます。卒業生、夏至。大事な、卒業式の司会がボケんな。桜の花も咲き始め、春の息吹を感じられるようになった。なんていかにも卒業式っぽいレガシとかその前にとにかく。今心の底から思うことは、卒業できてよかった。あ、赤点連発だったんだもんね。幽霊、お化け、不良、インフル、母ちゃんのすっぴん、そんなのよりも全然怖かった。留年。怖いものに母ちゃんのすっぴん入れんな。3年前の4月、いきなりつまずいた。国語、数学、英語、理科、社会、いや語教科全滅。トップをボックと書いたのは良い思い出です。11英語あるあるだな。そして入学してから数ヶ月。初めて地獄に突き落とされた。一学期の中間テスト。英語、一学期の中間テストはめちゃ簡単。学年平均93点の中、そんなテストで60点だった。よく英語の先生になったな、その後。さすがに赤点、先生も心配してくれてこう聞かれました。どこがわからないかな？先生、我々はどこがわからないかも。わかりません。小屋先生も大変。そして夏休み、各教科大量の宿題。たとえ同じ量でも、勉強できることできない子じゃ。全然大変度が違うんです。だからって宿題に差をつけても問題だろ。2学期、仲良しの優等生、高橋が落ち込んでいたんです。何でも聞いたところ、1教科だけ90点以下で落ち込んでいたと。初めて高橋ちゃんに。ちょっとイラッとした。おいおい、まあ確かに高得点で落ち込む優等生、その点で落ち込むなと言いたくなる気持ちはわかるが、人それぞれ目標があるからね。得意教科は、体育、美術、音楽、イケメンハント。おい最後、おかしいぞ。まあ1年の期末テスト、赤点をいくつか取りつつも、なんとか無事進級。しかしすぐにまた悪夢が。2年生にもなって、いろんな教科でやってきた。応用。人もできてないのにな。先生、当たり前のようにこうやって授業進めるけど。これは1年生の時に習ったこの公式を応用してですね。って言われてもわからないわー。ということで特に応用が多かったので、2年生でさらに死んだー。英語と、数学、定期テストは各教科ー。暗記物の一夜漬けでなんとか点数を稼いだ。そして無事に3年生になり、周りが徐々に受験勉強始めたり、進路を考えて動き出したりで、なんかいろいろ焦った。わかるぞ、それはめちゃわかるぞ。まあさすがに中3、少しは受験勉強しようかなと思ったよ。マジでそう思ったんだけど。思っただけだった。おいおい、行動せんか。夏に部活を引退してからも、毎日遊んでました。ということで我々全員、当然進路は、底辺。アホ高校。リアル主もアホ高校だったもんな。まあでも思いっきり遊べるのって、子供の時だけだしね。うんうん。もしもし、そこの主くん、昨日ゲーム何時間したかな？スマホアプリも入れたら多分7時間ぐらいっす。いや平日に大の大人が遊びまくっとるやないかーい。主はほら、一応ゲーム実況者だし、これも大事な仕事だし。それで、昨日一番やったゲームは？ FIFA 19です。過去一度も実況してないやんけ様。ということで4月からはアホ高校で頑張っていくけど、在校生のみんなに、最後に一言。アホ高校で待ってるぜ。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。